インディーゲーム最大の祭典ゲームクリエイター甲子園の魅力を伝えたい。どうもゲームクリエイターズギルド公式 VTuber GCG ちゃんです。今回は業界も注目する学生向け成長型コンテストゲームクリエイター甲子園2022の魅力についてご紹介したいと思います。小学生から大学院生まで幅広く参加ができるゲームクリエイター甲子園。そもそもゲームクリエイター甲子園っていつからやってるの？どんな作品があったの？と気になる方はこちらの動画で昨年の受賞作品をまとめているので、よかったらこちら参考にしてみてください。それでは早速紹介いきましょう。ゲームクリエイター甲子園の魅力その1、コンテストに応募できるのはゲームだけじゃない。学生インディーゲームの祭典なのにゲーム以外ってどういうこと？って思うかもしれませんよね。ゲームを作るにはまず企画、そしてそれを支える背景やキャラクターなどのデザイン、さらに快適にゲームを動かす技術、これら全てにもフォーカスを当てて、キャラクターのイラストやモデリング、コンセプトアートに企画書など、ゲームにまつわるものならどんなものでも参加できてしまうんです。これらの作品には部門賞が、そしてゲーム作品に関しては総合的な観点から審査される総合賞が贈られます。その他、毎月ユーザーが選ぶ月間賞やユーザー大賞などの特別賞も複数用意してありますよ。一人で応募していい、作品数に制限もないので、ゲームで応募しつつ企画書やコンセプトアートの応募も可能なわけなんです。ゲームクリエイター甲子園の魅力その2、制作中からコンテストに参加ができる。一般的なゲームコンテストって完成して遊べる状態のゲームだったり、他のコンテストに提出してない作品などなど、いろいろ制約があるじゃないですか。なんとゲームクリエイター甲子園ではそういった制約はなく、制作途中からでも応募ができるんです。それじゃあ中途半端な状態で終わっちゃう？と思うじゃないですか。その心配はいらないんです。最終締め切り日までアップデート版を何度も提出することができるんです。まずはアルファ版を提出、締め切りまで間に合うかわからないけどベータ版、完成版の作成を進めるなど、自分のペースで制作を進めつつ参加ができるというわけなんです。いわば実際にリリースされているアーリーアクセス版のような仕組みでコンテストに参加ができるわけですね。ゲームクリエイター甲子園の魅力その3、現役のクリエイターたちからフィードバックを受けられる。制作途中から応募できるだけでなく、さらに参加すべき魅力がこれなんです。 YouTube で配信されているサポート番組ゲームクリエイター熱血道場や、さまざまなイベントを通してゲーム業界で長く働いてきたさまざまなクリエイターが制作中のゲームにフィードバックがもらえるチャンスがあるんです。普段関わることもできない現場の人に自分の作品を見てもらって遊んでもらうことはもうめったにないチャンスですよね。今年の熱血道場のゲスト審査員や細かいイベントは随時発表されると思いますので、チャンネル登録と公式 Twitter のフォローもお忘れなく。ゲームクリエイター甲子園の魅力その4、全国の学生クリエイターとの輪が広がる。昨年のゲームクリエイター甲子園はなんと1400人以上の参加があったんです。北は北海道、南は沖縄のみならず、ニューヨーク、ロンドンなど日本国外までの学生が参加してたんですよ。すごいな。ゲームクリエイターである皆さんの輪が広がり、より高め合うためにもゲームクリエイター甲子園は交流の場所を用意しているんです。オンライン、バーチャルスペース、ギャザー上で参加者同士の交流やLT 会、勉強会などなど、チームで制作したい人向けのマッチングイベントなども用意してあるんです。ゲームクリエイター甲子園参加者が数年後では職場で会うみたいな、熱いですよね。
ゲームクリエイター甲子園魅力その5、自分のゲームをアピールできる。コンテストに応募した作品って最終候補の作品とかしか公開されないんですよ。いろいろなゲームがある中、世に出ずそのままなくなってしまうのはもったいない。ゲームクリエイター甲子園に応募された作品は全て作品サイトに掲載され、遊べるものはダウンロードできるように公開されるんです。ランキングも一般のユーザーから実況配信者など様々な人にあなたの作品をアピールできます。またゲームクリエイター甲子園ならではの魅力として、たくさんのパートナー企業の方々にも見られます。公式ハッシュタグなど制作進捗も上げられるので、あなたのクリエイターとしての力をアピールすることができるんです。はい、ということでゲームクリエイター甲子園5つの魅力、いかがだったでしょうか。みんなの成長につながるコンテストなので、参加するきっかけになれば幸いでございます。ちなみにちょこっと伝えると、賞金総額100万円があるんですよ。ゲーム開発の費用に使ってもよし、美味しいものを食べてもよし、クリエイティブ活動がはかどればと思います。私なら焼肉に行っちゃうけどねというわけで、以上ゲームクリエイター甲子園5つの魅力でした。これからもクリエイターに役立つ情報やゲームクリエイター甲子園の最新情報などをお届けしますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。